はい、どうも、お世話になっております高尾です。本日はリアルフライトを使って、ピッチ抜きを、ちょっとね題材にした、シミュレーション動画を、やってみようと思います。まずねこのリアルフライト 9.5 のね簡単な説明ですけど、まあリアルフライト 9.5 ということでバージョン9までね今現在なってます。自分がね最初に始めたのが確か 3.5 だったかな。この頃からねやり始めて、まあだいたい4である程度完成してきて、いろんなモードが追加されてきて、今9まで上がってる感じですね。はい、ではね、まずピッチ抜きなんですけど、なぜピッチ抜きしなきゃいけないかというと、エンジン機はね、特にね、やっぱり電動機みたいなね、大トルク、高パワーがないですのでね。で特に、エンジンの場合は回転数が変わりすぎるとパワーバンドが外れてしまいますので、それを防ぐためにもピッチ抜きをして、エンジンの回転数を一定にしてローターの回転数を一定にして飛ばすと、ヘリは飛ばしやすいものです。で4チャンネルヘリって最近ね扱ってる人いるでしょうかね。4チャンネルヘリってのはね、ピッチが固定ピッチのことをね、まあ大体指すんですけど、まあ、必要というか回転数を上げただけ、上に揚力が上がろうとするのが、まあ、4チャンネルの、ピッチ固定式のやつなんですけど、こういう可変ピッチの、機械ですと、このピッチ抜き0角度、まあ、中域にすると大体ね0にしてるんですけどね、ピッチ角度がこのピッチ角度0 を使って、エンジンの、回転を回復させる負荷を抜いて、回転を復帰させるっていうのがね、まあ、0ピッチの、ピッチ抜きというものです。でこのピッチ抜きを、やっていきますとね、電動機の、無理やりピッチでもね結構飛ばせるんですけど、いや電力消費量がねやっぱ半端ないんですよね。電動しか、飛ばしてない、まああるやつだったんですけど、エンジン機飛ばすまではね200とか300アンペアまでね軽くぶっ飛んだ数字が出てたみたいです。でもエンジン機で、このピッチ操作をね、学ぶと、まあ、なんと200いっても200アンペア程度、それぐらいまでねなんか落ちて、かなりピッチ操作がねすごく上手くなってるんですよね。なんで、まあ、自分の練習方法としてはやっぱりこのエンジン機は絶対欠かせないかなと思っています。特に、ね、ヘリはねこのピッチ抜きの、感じを分かるにはエンジン機が一番だと思います。でシャトルとかの3人エンジンの機体は今でこそ入門機としてはね正直もう扱われてないと思うんですけど、逆にある程度、操縦できるような人たちがねピッチ抜きとか、いろんな高等な技使って、アクロフライトをね楽しむと、シャトルってね基本が結構できてないと飛ばせないなっていうのがね思いましたね。もうピッチ操作もきっちりやんないと全然飛ばせないなというのが、シャトルを飛ばした、感想です。だからこれが本当のズブの素人さんがやるのは逆に難しいんじゃないかっていうね思いますね。なので、自分が、おすすめする、機体はやっぱり50のエンジン機を一番勧めたいです。
まあ、50のエンジン機といえばね、今で日本で普通に買えるとしたら、ヒロボの SDX と、あとは、50のエンジン機、あとゴブリンくらいしかないのかな。ゴブリンぐらいしかないかもしれないですね。ゴブリン、クラーケン580ニトロ。いや、あ、そっか、あとアラインもありましたね。アラインの、T-Rex600XN、 こちらのね、3機種しか今現在ないと思います。まあ、ちょっとね、アラインは XN になって、あまり評判がいいのか悪いのか、ちょっと、半分半分に割れるような、流れですけど、まあ、初期型のやつはすごい評価は、高い機体です。まあ、S 親分なんかもね、もうすごい愛用してる機体で、すぐ落ちても、修理できるように、テールセット、パイプつけた状態でね、差し替えて、すぐ復帰できるほどのね、練習機として扱ってるぐらい、の、まあ、コストパフォーマンスも、ね、かなりいい機体ですけど、まあ、最近やっぱパーツの入手が難しくなってるのが、正直なところなんで、まあ、買うとしたら 600XN の方が、いいんじゃないかと思います。でも丈夫さは初代の方がめっちゃ丈夫ですね。まあ、ちょっとね、話逸れてきたんですけど、まあ、このピッチ抜きを、やるためにも、エンジン機の、練習は非常におすすめします。で、何をね、ピッチ抜きと言ってるのかっていうと、服の動きをね、ちょっと見てもらうと分かると思うんですけど、舵を打ったとき、姿勢を変えたときのみピッチを入れてると分かると思います。画面ね、右下の、プロポンの、ピックの状態をね、見てもらうと、一瞬、今極端にやってるんですけど、一瞬フルピッチを入れて機体を止めてるとか、手を変えてるとか、そういう感じでね、今やっております。実際に、落ちちゃいました。正直言って今現在、体が勝手にね、引き抜きやってしまうんで、じゃあ、旋回でフルピッチを入れていくと、これがストールですね。右上のね、回転数見てると見えると分かるんですけど、本来アイドルには、2000回転に設定しているところが1500までずっと落ちてしまいますね。で、この回転数の方ね、見てもらうと、あまり極端なね、回転誤差がないと思います。かけても、1900、
まあ、言っても1850までの回転を常に抑えている感じで今飛ばしてますね。これがね、まあ、ピッチ抜きで、ローターを、一定回転にできるだけ保つような、ね、飛ばし方を行ってるわけです。で特にエンジンだとね、やっぱパワーがないんでね、一回、感性をつけたらピッチ抜いて、回転を戻してからさらに、ピッチを入れてスピードを上げるような感じでね、今やってますね。追い風のような、感じで。以上がね、ピッチ抜きの、簡単なやり方になります。このピッチ抜き、覚えるとね本当にヘリ飛ばしやすくなりますんでね、ぜひともねちょっと、練習してみてください。まあ、私も偉そうなこと言ってますけどね、そこまでできてませんので、自分も、精進してやろうと思います。はい、では、ちょっとね11分ほどの、ね、動画になってしまいましたけど、ご視聴の方ありがとうございました。またね何か質問等ありましたらね、動画の方を作ってみたいと思いますので、どしどしコメント欄に、書き込みの方お願いします。はい、では失礼します。またお願いします。